シュート決めた、プロ初、この聖地アスペスで決めた、チェイの頭決めた、札幌逆転。チャラディップから大橋へシュート決めた、プロ初、この聖地アスペスで決めた小柏剛。ペトロビッチ監督の采配決まり、後半に同点に追いつきました札幌です。J、アンデルソン・ロペス、ドーグラス・オリベイラへ、通った、チャンスですよ、中央、J、福森、上半身リラックス、巻いてきた、J の頭、決めた、この逆転、今シーズン初得点、値千金の勝ち越しだ。リーグ戦4試合ぶりの勝利へ執念を見せるペトロビッチ監督率いる札幌です。大きく拳を振り下ろしたペトロビッチ監督、クラブ26年目初勝利はこの聖地アスペスで、札幌はリーグ戦4試合ぶりの勝ち点3、仙台を退けたホームの札幌です。